ゴーストは、ロールスロイスモーターカーズが製造する、高級セダン。2009年3月のサロンアンテルナショナルドロトで、コンセプトモデルの、ロールスロイス 200EX が公開され、同年4月の上海モーターショーで、ゴーストに改名した。開発当時の名称は、RR04 だった。同社のファントムを一回りほど小型化したサイズである。日本では2009年より販売が開始された。 ドアはロールスロイスの例に漏れず観音開きである。2014年に約5年ぶりにマイナーチェンジを行いシリーズ2となった。ヘッドライトの衣装変更のほか、ボンネット、フロントグリルがわずかに変更されている。ヘッドライトはステアリングの打角によって向きを変える機能が搭載された。日本では同年10月31日に発売された。派生車種として クーペ版のレースが2013年より販売開始された。こちらはエンジン出力がより引き上げられている。2020年に11年ぶりの2代目ゴーストが発表された。ポストオピュレンス脱贅沢をコンセプトとしプラットフォームは刷新され、先代と同じなのはマスコットとリアドアの火災例以外は全てゼロから開発された。 ロールスロイスゴーストシリーズ2発売ウェブ CG。ありがとうございます。